ケイゾマチネは日本のミュージシャン、音楽プロデューサー、DJ、パーカッショニスト、大阪府出身。サンプラーのフィンガードラミングとアサラとの名手。大学在学中にアルバイトで入った東京吉祥寺のソウルバーでターンテーブルと出会う。店のマスターからスクラッチ DJ のビデオを見せてもらい、同じレコードを2枚使って新しい音楽を作っていくプレイに衝撃を受け。 スクラッチとビートジャグリングにのめり込む。やがて、ロッテルダムテクノの衝撃を入り口に、テクノ、ダブといったインストゥルメンタルミュージックに傾倒し、クラブや初期レーブに足しげく通うようになる。そこでターンテーブルを2から4台を扱い、無機質なテクノミュージック数曲を混ぜ合わせ、音の抜き差しによって新たな音楽を作っていく、DJ スタイルに影響を受ける。また当時のレーブシーンでは、 テクノと共にジャンベなどのパーカッションを自由に叩く文化があり、パーカッションとの出会いから民族音楽にも傾倒していく。アサラとジャンベ、ダラブカ、ディジュリドなどの民族打楽器にも夢中になり、やがてそれらとベリーダンスを組み合わせたバンドトライバルサーカスを結成。主にレイブカルチャーのパーティーの数多くに出演する。同時期に、 サンプラーの MPC2000 を購入し、作曲活動も開始する。サンプラーの電子ドラム音を打楽器のように叩き、ターンテーブルでスクラッチし、リアルパーカッションを乗せていく、ハイファナも結成。結成当時は、ジューシーが DJ で、ケイゾマッチネとマハロがラップもしていた。DJ 機器や映像機器の進化とともに、ハイファナは、 音と映像がシンクロしたライブへと発展していっている。国内外での評価も高く、これまでに数多くの賞を受賞している。サンプラーをプログラミングなしにドラミングし、ダンスミュージックを作っていくスタイルは世界的にもオリジネーターと言える。また、DJ 機器の進化によって、ソロの DJ もより自由度の高いライブ性にあふれた DJ プレイへと進化し、フランス、ベルギー、 ドイツ、ロンドン、台湾、中国、タイ、ミャンマーなどでもプレー。また NHK ワールドのプロジェクトである DJ、ドーモのサウンドプロデュースや高圧洗浄機を使用して壁の汚れを落としていくことで絵を描いていく。エコアート、リバースグラフィティのプロデュースなど、その活動は多岐にわたる。ジャグリングが趣味。サンボール、デビルスティック、フローコンタクトなどが得意。 ありがとうございます。